党の水野康文です。入管法等改正案についてお聞きします。総理は13日の本会議で私の質問に対して、新しい外国人受け入れ制度と技能実習制度は趣旨目的が異なる、こう答弁されました。つまり別物だと説明してきたわけであります。これ配布資料でもご紹介しております。しかし実際調べてみますと、技能実習生からの移行が非常に大きな部分を占めるということが分かりました。これ、見ていただきたいんですが、これは法務省が、提出した資料をもとに、14業種ごとに初年度、どれだけ技能実習生からの移行を見込んでいるか、その割合を示したものであります。組織財産業、産業機械製造業、電気電子情報関連産業、農業、自動車整備業、実に14業種のうち5つが 100% 見込んでいる。しかも建設業、あるいは造船、こういうものを含めますと、ここも大体9割以上なんですね。ですから14業種のうち7業種、半分までが9割あるいは10割と、技能実習生の移行を見込んでいると。政府の資料であります。漁業や飲食業、製品製造業も7割、8割と大変高い比率であります。下の方がゼロのありますけれども、ここはまだ技能実習生が入っていないとか、入ってまだ1年とか、そういう、そもそも移行すべき技能実習生が少ないわけですから、これは数字が少ないのも当然であるということであります。総理にお聞きしたいんですが、総理は私に対して、両者は別だと答弁されたんですけれども、ほとんどが技能実習生からの移行ではありませんか。これ、技能実習生がなければ、新しい制度は成り立たない、これが実態じゃないんでしょうか、総理。まず山下法務大臣、まずその資料の説明をしてください。まずお示しのパネルのデータですが、これは法務省が提出したデータ自体ではございません。これはおそらく先生の方でお伺いになられたと思いますが、我々法務省としては 100% であるとか、そうしたパーセンテージを示しておりません。加えて、自動車整備業が 100% と書いてありますが、この数字も誤りであります。そして、私どもが提出した数字につきましては、組織財産業、製造業に関しまして、試験は若干名ということで明示しております。すなわち、これから試験をしっかりと作っていくという中において、特定の数字が表せなかった、それを丸めて 100% という記載をされるのは、残念な、私は 100% という数字は法務省としては提出しておりません。ですから、その上で議論をするというのは、若干、テレビを見ておられる国民の皆様に誤りた印象を与えるのではないかというふうに考えております。そして、その上で、技能実習生とこの新たな外国人の制度は違うということでございます。藤野さん、今法務省出してないと言いましたけれども、これはまさに法務省が我が、法務委員会に理事会に提出した資料です。しかもこれは法務委員長自身がまとめろと、一つのページにしろということで出された資料なんですね。でしかもそこに数字が書かれている。でこの数字自体はもう法務省が提出しているわけです。私はその数字をパーセントに変えただけであります。そうです。何の加工もしてない。何を言ってんだ。ごまかしてもらったら困ります。次は総理に聞きます。総理。要はですね、各業界も含めて、こういう数字になってるわけであります。資格違うのはわかりますよ。寮制度、法律の立て付け違うのもわかります。しかし、同じ人がですね、同じ仕事をずっと続けていくわけです。それを前提にされて、制度を作ってらっしゃる。総理聞いてください。これは、この資料から見ても、両者が全く別であるというのは全く形式論であって、実質、二つの制度は密室不可分だと。これ否定できないんじゃないですか、総理。総理、次は総理お答えください。安倍内閣総理大臣。その資料についてはですね、法務省として別の見解を持っておりますので、この資料に基づいて私は答弁することはできないわけでございますが、これまで繰り返し答弁してきたとおり、技能実習制度とは、今回の受け入れ制度は、
趣旨目的を異にするものであります。まあ、これは委員もお認めになっていると思いますが、3年間の実習技能実習を終了した技能実習生については、特定技能1号に必要な技能水準および日本語能力水準を満たしていると認められることから、資格の変更を可能とするものであると考えております。技能実習制度の適正化についても答えしております。これよろしいですか。はい、藤野さん。いや、総理が、これのもとに答えられないというのは、そもそもおかしいですよ。これは正式に理事会に提出された資料ですよ。しかも、それに基づいて委員長がまとめろと言って、こういう表ができているわけです。で、この表は私はパーセントに変えただけであって、これ予算委員会の理事会も通ってるわけです。何を言ってるんですか。これを否定するなんていうのは、議論の土台そのものを否定することになりますよ。ちょっと確認してください。はい、出ました法務大臣、しっかりと確認答弁してください。私が申し上げた、そのパネルに載っている 100% とかいうパーセンテージ、それは提示しておりませんし、また 100% と書いておられますが、この表においては、若干名であるとか、こういうことを明示しております。そして自動車整備業の数字も、例えば、今読み上げさせていただきますと、100% とお書きですけれども、自動車整備業は初年度においては、技能実習300程度、うち、試験が500程度ということで、100% ということはなってないわけでございます。ですから、そのパネルに基づいて申し上げるというのは、国民の皆様に対してミスリーディングではないのかということを申し上げたわけでございます。藤野さん。まさに、ご飯答弁といいますかですね、私が言ってるのは、この100という数字は確かに私たちが計算したものです。しかし、数字は全く同じ数字が提出されているわけです。ですから、私たちはこれをもとに答弁すべきだと思います。そして、その上で聞きますけれども、私はね、こういう実態があるわけだから、技能実習生の実態をしっかりつかまなければ、新しい制度の議論にならないということであります。総理は、7日の参議院予算委員会で、我が党の小池晃職局長の質問に対して、こう答弁されております。今でも9割の方々は技能実習生。まさに目的に沿った形で日本で技能を身につけ、母国に帰ってその技能を生かして活躍しておられるんだろうと。これも配布資料で紹介しておりますが、技能実習の9割がうまくいっていると。で、これまで政府は技能実習生が失踪した理由について、より高い賃金を求めて、などですね、実態と全く異なる実習生側にあたかも理由があるかのような説明をしてきました。そして制度そのものは問題ないんだと。しかし、我々が先日来提出を求めております、この聴取の公表、この公表を見ますと、この政府の説明が嘘だということも浮き彫りになっております。衆院メンバーが184枚の聴取を調べましたが、これですと 70% 以上が最賃割れです。参議院のメンバーが465枚の公表を調べますと、85% 以上が最賃割れなんです。サンプルが増えると、最賃割れの数字上がってるわけです。まさにこれ実習生の側ではなくて、受け入れている使用者の側に失踪の責任があるということであります。野党のヒアリングでは、中国やベトナムの実習生本人から、深刻な実態が語られました。段ボール工場で仕事中に、左手の指を3本切断したが、治療費は自己負担を求められ、会社からは帰国を迫られた。時給300円、1日16時間労働を強いられた。いじめやパワハラに遭い、配置転換の願いを無視され、飛び降り自殺を図った。涙ながらの訴えでありました。総理もお聞きしますが、まさにこうした声なき声があるわけですね。失踪に至るっていうのはもうよっぽどのことであります。技能実習制度では、こういう最賃以下の賃金や暴力というのが横行している。9割の実習生がうまくいってるっていう総理の認識は違うんじゃないですか。総理の答弁です。総理の答弁ですよ。総理の答弁です。数値はいいですよ。数値はいい。まずじゃあ、安倍内閣総理大臣。この、我々の認識ではですね、すでに私が答弁をしている通りでございますが、技能実習制度については適正化を図らなければならないと、こう考えているところでございまして、昨年11月に技能実習法をですね、施行し、外国人技能実習機構のもと、受け入れ企業に対する、企業等に対する実地検査や、技能実習生に対する
母国語相談、対応、まあ、これやはり、皆さん、この言葉が通じないことからですね、さまざまなこの受け入れ状況について、自分の悩みを聞いてくれるところがないということもあったんだろうと思いますが、母国語相談対応等の取り組みを進めているほかですね、悪質なブローカー対策として、二国間取引による送り出し機関の適正化にも努めているところでございまして、さらに、今般、新設する出入国在留管理庁の下で、在留管理を抜本的に強化していく所存でございます。以上。藤野さん。今、いろいろおっしゃいましたけれども、昨年の技能実習法の施行以降も、むしろ失踪している技能実習生は増えてるんですね。増加のペースは上がっております。だからその検証自身も必要であります。今、二国間協定とおっしゃいましたが、総理は施政方針演説でベトナムの例出されましたけれども、日本とベトナムの協力覚書では、ベトナムの実習生が送り出し機関に払っていい借金というのは40万円と決められております。ところがこの40万円を上回っているものが、40万円以上というのが 86% というのが、この徴収公表の調査でも浮かび上がっている。うち100万円以上というのは半数に達しているんですね。だからそういう実質どうなのかという議論なんです。厚労省が提出した資料によりますと、2017年に監督指導を実施した事業場、5966のうち、7割で労基法違反が見つかっております。これはよく出ておりますが、しかし、これ氷山の一角であります。この5566というのはあくまで行ったところだけでありまして、実際に外国人技能実習生を迎え、実習生を受け入れている事業所は、8033事業所あるんですね。ですから、5966というのはわずか 12.4%。ですから、総理ですね、こうした実態を踏まえて、やらなければならないと。総理は、本法案について、おっしゃいませんでした。質問時間が終了しています。はい。まあ、本法案というのはですね、まさに世論調査でも6割から8割を超える国民が、今国会で成立こだわるべきではないと言っております。今必要なのは、外国人労働者の実態を踏まえて、適正的な審議を行うことであります。このことを強く求めて、質問を終わります。これにて藤野さんの質疑は終了いたしました。次に浦野康人さん。委員長。浦野さん。日本維新の会の浦野康人です。よろしくお願いをいたします。まず、この万博の話題に触れないわけにはまいりません。大阪の人間としてですね。